さんよろしくお願いします。今日は。うわ、そっから入るんかよ。いや、もちろんです。やっぱり。あと結婚おめでとうございます。ありがとうございます。スパチャ待ってます。あ、僕にです。伊勢さんに行かないです。スパチャ。やっぱ僕の一番お世話になってる一人の先輩なんで。全然思ってないですけどね。いや、マジです。でもちょっとあれなんで、ご祝儀は出せないですけど。いやいや、ここぞとばっかりに包んでくれよ。はい、結構ちょっと早稲田シリーズやっていこうかなと思って。お昨日、調査会と打ってて。あ、そっかそっか。なんか早稲田にいて。うん、取ってあげます。はい、お願いします。お願いします。ああ、財布と携帯がないらしいです。じゃあ、せっかくのバッグの中身チェックでもしちゃおうか。ちょっとバッグの中身チェック入ります。いや、まあ、荷物、あ、ありました。うんこ付きの、うんこ付きパンツありました。やっぱみんな持ってるもんだな。やっぱ選手一人一個は持ってるんだな。失礼します。だいぶ汚いですね。あんま、整理整頓。得意な選手じゃないですね。下道なんだ。でもほら、着く場所一緒なんだ。問題ないです。名言って出るとき出るんだ。こういうなんか、ルーズな会話やっぱ回しとかないと。ちょっと偉そうに YouTube についてはアドバイスしないでください。こっちのやり方があるんだ。こっちのやり方があるんだ。あんま YouTube に対してあんま口出ししないでください。最悪な後輩だ。何ですか、じゃあ登録者何人ですか、伊勢さん。え、伊勢さん登録者何人ですか。ゼロだよ。やってねえよ。1万です僕。1万。お願いします。いやどっちどっち。やってんなこの人、最低だ。ダウン。じゃ絶対当たんねえじゃん。Yeah, stop.
皆さん騙されてます。あんだけ団体戦の時ボール拾ったじゃないですか、僕ボールはしたないって言ってますけど、全部いいよってやってます。やってない、結構やんないですよ。いいよ、結構自分のゾーン入ると一斉さん待ってありがとうございました。一斉さんぐらいが僕のいいとこいっぱい知ってると思うんで、僕のファンに僕のいいとこちょっと結構言ってもらっていいですか。まあ、いいとこっていうかちょっと一回真面目な話をすると、大学の時から小倉プロはポテンシャルはすでにあって、なんでむしろ勝てないんだろうっていう感じで、かなり個人的に期待を持ってよく一緒に練習してたんで、まあシンプルにプロになってようやく少しずつランキングが上がってきて、先輩として一緒に嬉しく感じてます。ありがとうございます。応援してます。はい、まあ、本当にあの人柄的にはね、みんなから好かれるいい人柄を演じてるんで、決して騙されないようにしてください。素です、伊勢さんのアピール大丈夫ですか。ああのファジアーノ岡山テニスクラブに入ってください、はい、お子様方サッカークラブですね、J2 サッカーチームのが有名なんですよ。岡山にはしかないんですか。岡山に今後世界進出、岡山で頑張れ、岡山で、あそこだけちょっとお伝えしておきます。あ、わかりました。じゃあここだけカットしておきます。なんでやねん。駐車場もある、コートの風通しも完璧、屋根ある、いいとこですね。でちょっと見えないですけど、サーテニさんのねよく撮影してるあの倉庫のようなインドアコートがあります。でこちらがクラブハウスと、インドア4面の外が1面ですね。はい、あ今撮影します。あれ何か宣伝ありましたら。宣伝大丈夫ですか。この出るとこいいな、ほら、はい、あーいいですね。あ、ナイスタイミング、あかっこいい。屋根ないですか。あ、どういうこと、作る前ですこれ。そうです。あーそうなんですか。誰ができた時に、あと向こうに、向こうに、はい、冷暖房完備、冷暖房完備それはいいなー。ガット張り待って、テクニファイバーの、これはい、あー17子たちも結果を出して素晴らしい、頑張ってます。ガットも打って、ラケットもあって、で、あちょっと、あモザイク、本当にいいことですよ、本当に、本当にこれな、カフェとかあるんですか。はい、あそうなんですか。はい、コーヒーとアイスとかき氷もあるんですか。それはちょっと次回じゃあお願いします。はい、今日はありがとうございました。気安く手を